豚、牛など多くの動物を飼いならしてきました。しかし、そのような動物が野生に放たれたら一体どうなるでしょうか。一旦飼いならされた動物たちは自然界で生きていくことができるのでしょうか。もちろんこのようなことをあえてする人はいませんが、様々な事情でそうなった場所が存在します。今回のビデオでは人類だけでなく全生物にとって恐ろしい悲劇が起こった場所に住む動物たちについてお話しします。1986年、現在のウクライナにあるチェルノブイリ原子力発電所で史上最大とされる事故が起こりました。ここでの爆発はヨーロッパ中の広範囲に様々な放射性物質を撒き散らしました。事故後、すべての周辺住民が避難しました。そして事故現場から30キロメートル以内の地域は立ち入り禁止区域とされました。事故直後、原発現場から数キロ離れたところにまで発電所の残骸などが吹き飛ばされて散らばり、そうした強力な放射性物質や放射性の粉塵に直接触れた多くの動物が死亡しました。またチェルノブイリ原子力発電所の近くの森林全体も多量の放射線を浴びました。周辺の森は事故後30分もしないうちに木々の葉の色が錆びたように変色したことから赤い森と名付けられました。事故から30年が経過し、人間がいなくなった立ち入り禁止区域は希少種の動物が生息する一種の自然保護区になっていると多くの科学者が述べています。そしてここでは珍しい突然変異種の動物たちの姿が見られるという報告もされています。例えばチェルノブイリ原子力発電所のすぐそばの貯水池と分水路に住んでいるナマズです。ここのナマズは巨大で、なんと体長約5メートルにもなるものがいるというのです。そしてこれらは突然変異体であるという噂が広まりました。しかし本当でしょうか。チェルノブイリ原子力発電所での事故後、科学者や放射能専門家が近隣地域の池や川で定期的に様々な魚を捕獲しています。もちろん食べるためではなく、調査と分析を行うためです。魚からは非常に高い放射性物質が検出され、特に泥の中に住んでいるもの、他の魚を食べるものの数値は高いことが分かりました。事故から長い時間が経ちましたが、チェルノブイリ原子力発電所の近くには巨大なナマズが住み続けています。このナマズたちは体内に放射性物質を蓄積し続けているため、研究以外の目的での捕獲は厳しく禁止されています。実はナマズがこんなにも大きくなったのは放射線の影響ではなく、捕獲されることがなくなり長生きするためです。また注目すべき点は、ここのナマズたちは昔からとてもずる賢く、チェルノブイリ原発の作業スペースと食堂との間の分水路に住んでいました。休憩時間の終わり、作業員たちは食堂帰りにナマズたちの餌やりを楽しんでいました。チェルノブイリのナマズたちはとてもグルメで、ソーセージと牛肉が大好きです。このようにチェルノブイリのナマズは突然変異体ではありません。単にとても賢く、また手から直接餌を食べることもあるほど人懐っこく、長生きするために大きくなるのです。もちろんチェルノブイリの事故後、放射線は多くの病気を引き起こしましたが、突然変異体の出生率の目立った変化は観察されていませんでした。唯一突然変異を示したのは赤い森の数本の木だけでした。今日チェルノブイリ原子力発電所周辺の立ち入り禁止区域は徐々に野生動物の保護区になりつつあります。ここではほとんどの土地に植物が生い茂り、何百もの動植物が生息する現代のヨーロッパではとても珍しい区域となっています。中にはレッドブックに記載されている希少な生物も生息しています。ここではキツネ、オオカミ、ノウサギ、シカ、イノシシ、その他
多くの種の動物たちに出会うこともできます。沼地や鬱蒼とした森の茂みにはワシミミズク、ナベコウ、オジロワシなど希少な絶滅危惧種の鳥たちが生息しています。レッドブック記載のオオヤマネコ、アナグマ、カワウソなども人間たちのいないチェルノブイリ川流域を素晴らしい住処としています。立ち入り禁止区域で野生動物たちが良好な状態で生息していることが確認されると、1998年にアスカニア・ノバ生物圏保護区からブルゼワルスキーの馬が移されました。ブルゼワルスキー馬は地球上で最後の野生種の馬です。20世紀には自然環境の中では絶滅し、現在は保護された数頭だけが残っているのみです。このため絶滅の危機が心配され、国際レッドブックにも記載されています。これは当時唯一の20頭以上のプルゼワルスキー馬の個体群となりました。プルゼワルスキー馬たちは立ち入り禁止区域の環境にもよく馴染み、すでに個体数は数倍に増えています。しかし残念ながら立ち入り禁止区域にさえ足を踏み込んで動物たちの安全を脅かす人々がいます。密猟者です。現在この区域に住むプルゼワルスキー馬は彼らの格好のターゲットとなっています。ともかくチェルノブイリへのプルゼワルスキー馬の移住は大成功を収めました。そしてここには私たちが心に刻むべき重要な教訓があります。放射能に汚染されていても人間がいないチェルノブイリが野生動物の天国になったということです。この事実は私たち人間の活動が自然の生態系にどれほどの悪影響を与えているかを考えさせてくれます。 BBC が伝えたところでは2014年観察の結果、動物の健康状態に多少の変化が見受けられると報告されています。具体的には鳥類ではアルビノの個体が通常より多く観察され、動物たちの寿命はわずかに減少、げっ歯類の出生数は減少しています。最後に BBC はスペインの生物学者ヘルマン・オリサロルの言葉を紹介しています。中期的に見ると人間の存在と人間の活動の産物は野生生物たちにとって原発災害よりもはるかに大きな悪影響を及ぼしていると言えるでしょう。ちなみにチェルノブイリ周辺区域には動物たちだけでなく1000人以上の人々が住んでいます。発電所の従業員と短期労働者および科学者たちです。その他にも汚染地域からの避難を拒否した人々も少数ながら残っています。2017年の調査ではそうした人々は84人でした。大半は廃墟となった村に昔から住み続ける高齢者で、それぞれ10人前後の集落を形成していますが、一人離れて暮らす人もいます。さてチェルノブイリの地で科学者たちは何か驚くような発見をしたのでしょうか。そこでは野生の牛の群れが見つかりました。しかし野生の牛は一体どこから来たのでしょうか。実はこれは以前飼われていた家畜の牛たちで、住民たちの避難後または死後に野生化し、新しい生活環境にうまく適応したのです。チェルノブイリ放射線環境生物圏保護区はFacebook ページでこの牛たちについて報告しています。野生化した牛たちは皆良好な健康状態にあり、雪や霜の降りる寒さにもうまく適応しているとのことです。科学者たちはこの群れは家畜の群れとは異なり、しっかりとした社会構造を持ち、常に調和した行動をとっていると話しています。しかも野生化した牛たちは子供たちをとても注意深く守り、子牛たちは常に群れの中で最も安全な場所を探して、決して大人たちのそばから離れません。さて、いかがでしたか？動物たちは私たち人間など全く必要としていないようですね。それどころか、私たちがいない方がずっと幸せに暮らせるようです。今回はここまでです。ぜひこのビデオをシェアしてください。また次回お会いしましょう。